ツバクロザメイサーガムファドンオクシリンカスは、メジロザメ科に属するサメの一種。ツバクロザメ属唯一の原生種である。南米北東部の浅い海域に分布し、濁った水を好むが淡水は嫌う。全長1.5メートルで、尖った、長く平たい糞、小さい芽、大きな胸びれが特徴。餌は小魚。耐勢で浮きに繁殖し、産脂数2から8。 人には無害。近年急激に減少しており、IUCN は保全状況を絶滅寸前としている。記載論文内のイラスト1839年、ドイツの生物学者、ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンデの著作シスタマティッシュ、ベッシュレイ・ー,バーング・デア・プラジェスタマンの中で、カーガイアス・オクシリンカスとして記載された。種小名オクシリンカスは古代イギリシャ語アキシース。 リンチョスに由来する。1862年、米国の魚類学者、テオドールジルは古代イギリシャ語アイソス、ゴンフォース、アデュースに由来するイサーガムファドン族を創設した。だが、1950年にスチュワート・スプリンガーによって、復活されるまで、これはカー・アキーネスの死のニムとされていた。ツバクロザメ族の化石種として、死神予中期の地層から、 イサーガム・ファドン・アクアリアスが発見されている。南米北東部で見られ、トリニダード島、ガイアナスリナム・フランス領、ギアナ・ブラジル北部に分布する。公式には確認されていないが、バイイア州でも漁業者によって報告されている。沿岸の深度4から40メートルに住み、濁った水を好む。メスは、オスより深い場所で見られる。分布域は、熱帯の大陸方で、 マングローブが広がりアマゾン川のような多くの川が流れ込む。塩分濃度は20から34パーミル。調査は7メートルに達する。あまりにも低い塩分濃度には耐えられず、寒気は沿岸にいるが雨気は沖合に対比する。長距離の海遊は知られていない。頭部覆面粉は非常に長くて平たく先端が尖り、上からは三角形に見える。目は丸くて小さく、窓か膜がある。 尾光は小さく、顕著な全微弁はない。広角には短く深い溝がある。上顎歯列4960、下学歯列4956。歯には細く直立した戦闘がある。上顎歯は、下顎歯と比べ、虚視があり幅広くて平たい。体は頑丈で、大きな、海上の胸びれは、第5エラ列直下に位置する。第1背びれは、 胸びれ規定の半分ほどの場所から始まる。第二背びれは尻びれの少し前方に位置し、第一背びれの半分程度の大きさである。尻びれは第二背びれより小さく、公園に深い結国がある。おひれ下葉はよく発達し、小柄上うあつらには、三日月型の結国がある。背面は灰色で、茶色、黄色味を帯びることもある。覆面は名色。オスは全長一 1.4メートル、メスは1.6メートル。最大全長は2.0から2.4メートル。最大体重は13キログラム。分布域では、カーキーネスポーロッセス内はシモクザメが優先種である。長いほっと小さい目は、濁った水中で四角より、触覚電気受容器に頼るようになった結果だと考えられる。このような噴を持つ種には、深海性のものが多く。 ミツクリザメ、ヘラザメ、テングギンザメなどが挙げられる。大きな顎と細かい葉は、小魚の群れを捕食することに適する。獲物は、ニシンアンチョビナマズニベなどが知られる。体性で卵黄を使い切った胎児は、卵黄の尾を胎盤に転換する。メスは1年おきに28匹の子魚を産む。妊娠期間は1年。母体の大きさと、産子数に相関はない。交尾。 出産は雨季に合わせて約6ヶ月行われるが、周囲の環境に合わせて4ヶ月以上はずらすことができる。メスは浅瀬の生育場で出産し、その一つがブラジルのマラニョン州にある。出生時は全長38から43センチメートル。オスは103センチメートル5から6年で、メスは115センチメートル6から7年で、生成熟する。 寿命は最低でもオスで7年、メスで12年。成長率から推定すると、最大のオスは12歳、メスは20歳である。体や歯が小さいため人に、危害は加えない。トリニダードガイアナスリナムなどでは、伝統漁法で少数が漁獲される。また、寒気に、ブラジル北部のエスチアリーで営まれる、水玉サワラや、長にベ族のシネスインアクピを対象とした刺し網で、 10匹に1匹程度の頻度で混格される。現地の市場ではよく見られるが、重要魚種ではない。繁殖力が低く乱獲に弱いこと、分布域が限られることから、IUCN は保全状況を絶滅寸前としている。漁獲圧が高まっているため、ブラジルでは過去数十年で90%以上減少しており、他の地域でも同規模の減少が見られる。 IUCN は、速やかな漁業監視、保全対策の必要性を訴えている。ありがとうございます。